Bonjour! オンライン・フランス語学校、アンサンブル・フランセ講師のジョゼフです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。友達とカフェやバーに行くのってウキウキしますね。フランス語で一杯飲みに行かないと聞くときの言い方は何でしょうか？Ça te dirait de boire un verre? Ça te dirait de boire un verre? もう一回いきますね。Ça te dirait de boire un verre. Ça te dirait de boire un verre? このように言います。直訳すると、それは、君に一杯飲むことを言いますか？と、とっても変ですが、ça te dirait de 何々で、何々はどう？と誘う表現で使いますよ。お友達をバーに誘うときに使ってくださいね。では、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。ありがとう。